新千歳空港は地震の影響でおよそ1600人が一夜を過ごしました。国際線は昨日飛べなかった便の臨時便が今日から運航を再開し、9時55分のバンコク行きが第1便として出発しています。搭乗券の受付は朝から多くの人たちで混雑しています。関係者によりますと、今日の成田、羽田、伊丹着の便は終日満席となっているため、これから航空券を買ったとしても今日の便に乗ることはかなり厳しいということで、混雑は明日以降も続く見込みです。